サスを意思で傷つけた韓国人医師逮捕、ガネットではない。内容はこちら。韓国人医師がレクサスを傷つけたことで逮捕されたようです。では記事の一部を引用しご紹介いたします。韓国警察は25日、日本製の高級乗用車レクサスのドアを石で傷つけたとして50代の韓国人医師の男を現行犯逮捕した。男は日本車だから傷つけたと供述しているという。ニュースを報じた韓国メディアのネット掲示板には、日本車の所有主は韓国人ではないのかなど大人げないと非難する意見が多く書き込まれている。医師が石で傷つける、ダメでしょ。では次にネットユーザーの声の一部をご紹介いたします。まずはこちら。韓国で医者にかかると何されるかわからないとして、韓国に行く日本人が減るだけですよね。人を助ける医師がこのような思想を持っていれば、怖くて韓国の病院には行けない。そうなりますよね。次はこちら。他人の財産を毀損し日本はたき。持ち主は韓国人ではないのか。乗ってるのが自分の国の人でもやるんだな。持ち主は完全に韓国人でしょう。感情優先で先走ると、ろくなことがないですね。おお、怖。次はこちら。なんかすぐに日本製のものを壊したがるけどさ、どういう思考なんだろう。そうですよね。バイクにしろレクサスにしろ、壊すという思想で動いてますよね。なぜ壊すなのでしょうか。次はこちら。反日というか、これはもういじめ。いじめです。しかも50代医師です。話になりません。最後はこちら。こりゃ本当にしばらく韓国行かない方が、身の安全のためなのかもね。皆さんも韓国に行く際は、十分気をつけてくださいね。まあ、今の韓国に自ら行く人は、そうはいないと思いますが。結論。今回の医師が医師でレクサスを傷つけた事件は、あまりにも低レベルであり、情けない事件です。そもそも日本車だから傷つけたって、こんな陰湿なこと、大人がやりますかね。レクサスを所有し、被害に遭った韓国人は、たまったものじゃないでしょう。まあ今後もこのような事件は続く可能性もありますから、どうしても韓国に行かなければいけない人は、十分気をつけてください。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。